バドミントン部兼バレーボール部兼放送部の名取まりあ役の前田香織です。皆さんこんばんは。セイラファイル学院バドミントン部兼陸上部兼放送部砂押しポエム役の中島由衣です。この番組は DMM ゲームズ初のオリジナルプロジェクトバドミントンガールズの魅力をお伝えしつつ、バドを極めるために様々な困難に立ち向かっていく番組です。毎回5人のバドミントンガールズの中から週替わりで2人がパーソナリティを務めます。今回は私中島由衣とカオリンのペアでお送りします。はい。身長差がすごいってね、台本に書かれてるんですよ。そう、あれで突っ込もうか迷った。そうえ、何センチだっけ、ゆいこ。私は 167.5 で。スリムスリム。私ね、146、うん、146は、うん、私が小学6年生の時に153だったから、うん、私あれだよ、小6から一切変わってない、うん、何も。そうなの？何も変わってない。小学生の時は結構高い方だったってこと？そうなの。だから小3ぐらいが一番高くて、前から6番目ぐらいだったんだけど、なんかどんどんシーズンごとに3人ずつぐらい抜かされていって、うん、いつの間にか前習いでこれやる人、あの、そう、腕を横にする人になっちゃって。そうだったんだ。そうなのよ、やったことない。羨ましい。やってみたい。私は羨ましい。じゃあ今度ね、それで写真撮ろう、うん、ね、撮りたいね、ギャップみたいな感じで。まあそんな二人ですけど、二人の共通点といえばね、うん、まずフェルト。あ、それ羊毛フェルト、私が趣味で作ったりして、うん、ツイッターとかにも上げてるんだけど、カオリもね、前にね、うん、初めて。それ私ね、ずっと言おうと思ってたんだけどさ、ユイポン、あれ毛玉でしょ。あれ毛玉でしょ。あれは作品。何、あの、あれむしろ芸術だよ。あれ作品だよ。芸術作品だよ。そう、リスとか、あとお寿司も作るし。すごい、お寿司も作るんだ。そうあれさ、でもユイポンがさ、うん、唯一フェルトをちゃんと反応してくれてすごい嬉しくてさ、うん、そう、あ、仲間がいるって思って。そうなんかちょこちょこ反応してくれるよね、私のツイッター、うん、なんか前も、あ、そうなんかさ、私がお笑い番組を見てて、うん、あの、誇張しすぎた前田っていう変顔を載せてて、やってたね、すごかった、あれは。そうあれをね、そうじゃない、ユイポンだけが反応してくれて、ね、お笑いとかも好き。お笑いも大好きで、ね、周りに女の子であんまりお笑い好きな子いなくて、うん、でカオリンがお笑い好きって言うから、うおーって思って。いやね、嬉しかったね。今度ね、お笑いライブ行こうねって話してるんだよね。そう、行こうって話して、ね、本当に行きたいね。行こう、ね、楽しみですけど。ちょっとお笑いの師匠になってくださいや。いや、私はね、見る専門なんで、そんななんか教えられる。本当ですか。ちょっと間の取り方とか勉強しよう。ねえ、勉強してね、このラジオにも活かしたいですね。はい。はい、それでは皆さん、今週もよろしくお願いします。それでは、エイスゲーム、ラブオールプレイ。この番組は、DMM ゲームズの提供でお送りします。こんばんは、名取まりあ役の前田香織です。砂押しポエム役の中島由衣です。はい、うん、ということでね、始まりましたけども、始まりましたね。あのね、うん、最近私ね、気づいたことがあってね、何です。そう、完全にそう、うんうん、気づいたことがあってね。気づいたことがあって、2回言ったね。大事なことだから、うん、あのね、ちゃんぽん麺を買おうと思って。ちゃんぽん麺、な、鍋とかの季節じゃん、今。あ、そうだね。のね、ちゃんぽん麺を買おうと思って、スーパーに行ったのよ。そしたら、いくら探してもスーパー売ってなくて、で、私調べたら、なんとちゃんぽん麺って、なんか長崎にしか、その、なんていうの、売る許可が出てないらしくって。そうなんだ。そう、だから、生麺だから、こっちの方には来ないんだって。そうなんだ。なんかあったような気がしたけど。そう、意外とね。なかったんだ。そう、なんか縮れ麺とかね、いろいろそういうのはあったりするけど、なんかだから私九州出身だから、向こうだと一束なんか30円ぐらいで売られてたりとかするんだけど。すごい。そう。だから、鍋といえばやっぱり締めに、ちゃんぽん麺っていうのを毎回食べてたから。定番なんだ。そう、定番で食べてたから、なんか私はそれを知ってね、絶望してるのよ、今。そうなんだ。ちゃんぽん麺がないから。どうするの、それ。何で締めようと思って。あ、締めがなくなっちゃったってこと？そうなのよね。でも、私締めは必ずなんかおじや。あー、おじやか、うん、
なんだろう、関東の人はみんなそうなのかな、わかんないけど、うんうん、そうなのか、おじやもいいよね。ちゃんぽんで締めはやったことないかもしれない。え、嘘、そうなんだ。ない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 。なんかでも確かに、うん、上京してから、うん、あ、なんか意外とないなってずっと思ってたのよ。うんうん、あ、そうなんだ、うん、そしたらまさかね、売られてすらなかったっていう。へー、じゃあちょっとどうやって手に入れるか。そうなのよ、鍋ねー。お、バドガで鍋やりますか、うん、何鍋がいいですか。おー、おー、バドガでね、やりたい、やりたいよね。なんかすごそう、みんなネタに走りそう。闇鍋みたいな。闇鍋やばそう。え、何入れよう、うん、まず、うん、ゆいが好きな、うん、春巻きは入れようかな。春巻き、うん、美味しいのそれ。美味しいよ。え、春巻き美味しいの。え、何入れる、香り何が好き。え、やっぱ、え、しめじとか。あ、まあ、王道に行くな、しめじ定番だね。むしろなんかしめじが主役みたいなとこあるの、うん、私の中で。え、嘘。お肉とかよりもしめじうまいみたいな。ずっとしめじ食べてる。そういう、そっちの人だ。ずっとしめじ食べてる。へぇ、春巻き入れたらパリパリ感ゼロじゃない。あ、確かに。あ、確かに。あ、それは一理ありますね。一理。ねえ、そうだね。あの、逆にいいのかな、そう、ちょっと湯葉っぽい感じがいいのかな。そう、そう、そういう感じがいいと思う。生っぽい生地感がいいのかな。生地感。うん。なんかでも、たこ焼きとかだと私チョコレート入れるんだけど。うん、入れたことない。いや、意外と美味しいよ。美味しいんだ。美味しい。たこ焼きはたこ以外入れたことないな。でもなんか、うん、最近はね、そういうスイーツ系のなんかたこ焼きがあるみたいなの聞いたことあって、うん、あ、やっぱそうなんだ。意外と合うんだよね。ちょっとクレープっぽいじゃないけど、めっちゃ女子だ、香り。いや、でも普段は全然甘いの食べれないんだけど。あ、そうなんだ。そう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 。一緒。あ、本当？そう、甘いものあんまり意外好んで。そうそうそう。え、なんかごめん、勝手なイメージ、原宿ですごい虹色の綿菓子食べてイメージあった。あのでっかいやつ。待って待って、あれ何っていう。それ今日のなんかさ、私服のさ、ごちゃごちゃ感で決めてない、私の。まあ、それもあるかも、それもあるかも。いや、そうなんだ。え、何食べるの普段。どうなんですか。普段はでも結構本当に渋いものが好きで、うん、マジか。もつとか、もつ鍋とか。もついいよね、大好き。醤油ベース、博多だもんね。もつめっちゃ好きよ。めっちゃ美味しいよね、うん、もつ鍋食べないと始まんないよ。始まんない。帰省してもつ鍋と、すけさんうどんと。すけさんうどん、待って、すけさんうどんってのがあって、あ、ね、小倉とか帰るとあるんだけど、すけさんうどんっていううどんがチェーン店であるんだけどね、うん、へえ。これが本当に美味しくて。そうなんだ。そうなの。ちょっとね、私大好きだから博多。へえ、いいよね。おじいちゃんが博多の人だから、うん、あ、そうなんだ。行った時ちょっと食べてみようかな。ぜひぜひ。豚骨ラーメンとかだと長浜ラーメンとかもね、美味しいから。お、食べてみたい。それも私は好きなの、うんうん、ではね、ここから、うん、皆さんからいただいたメールをご紹介したいと思います。ラジオネームこのはもさんからです。はい。先日公開されたバドミントンガールズのコミカライズ第1話を読みましたよ。あ、ありがとうございます。想像以上にコメディタッチで、うん、ラブラブラファエルサンシャインとか、メイド服で部員を勧誘するとか姉より優れた妹など存在しないとか、細かいネタも多くて面白かったです。これから楽しみです、うん、皆さんが今後コミック版でどんなことが楽しみですか。はい、ありがとうございます。早速ね、もう読んでくれて。ねえ、そうそうそう、ね、そうね、コメディなんですよね、ハロネタ。すごいよね。私はもう完全中の人の職業的にそうなんですよねっていう、うん、そうね、最高のくだりとかもあまり言うと怒られちゃうけど、うん、そうそう。いや、もうそうだよねって思いながら、うん、ノリで廃校にすんなよ。ねえ。すごい思った。そうなの。ほんとぶっ飛びすぎてね。ねえ。そうなんだよね。ねえ。なんか、うん、怒られないのかなって本当に不安に、なんか大丈夫、心配になっちゃうくらいなの。本当まさかこんな展開になるなんて思ってなかった、うん、思ってなかった ねちょうどね、私あのさっき、うん、あの2話のね、あ、こととか、そう、うん、あの見てさ、うん、あの本当ちょうどバドーの D1 グランプリが始まって、うん、行くんだけども名前もすごいけど、ね、いや、賞金総額が1000兆円、うん1000兆円ね。そう、あと、うん、そうそうそう、大変だよね。どう、なんかゆいぽ、うん、こういうの見たいとかある。なんだろうな、でも、うん、まともな子が一人、なんかちゃんとした子っていなくない？なんかみんなボケみたいな。そう、コミがいない、いない、ね、そう、ね、今後なんかその出てくるのかなみたいな、なんか、そうだよね、収集がつかなくなって、うん、5人が一つになってこう目指すわけじゃん、うん、ダブルス感ないよね。ない。どうどうどう
なんか絆とかがこう描かれるのかなっていうのがすごい気になるかなって思う。うん、そうだよね。みんなのなんかそれぞれの目標到達でもバラバラだしね。うん、そうそうそう個性がね、うん、すごいあるからね。私すごい気になったのが、うん、槍。何？みんな相棒のように。槍がねすごい。あ、そうなんですよ。メール来てる？あ、はい、じゃあ早速、ラジオネームケイタロウさん、ありがとうございます。バドガの皆さんこんばんは。こんばんは。ユイポン演じる砂押ポエムちゃんは槍が大好きなキャラということでしたが、ね、コミカライズを見てみると陸上の槍というより三国志に出てきそうなガチな槍で驚きました。なぜ槍を肌身離さず持つようになったのかの理由や過去の話などのサブストーリーも見てみたいなと思いました。ちなみにお二人は肌身離さず持っているものってありますか？おお、なるほどね。そうね、槍ね、可愛い槍ではないんだよね。ガチの槍、本気のガチのね、うん、槍ね。面白かったよね。なんか振り付けでもさ、ちょっとそういう話したじゃない。、うん、したね。あのなんかスマッシュを打ち込むみたいな振り付けの時にみんなのそれぞれのやっぱりなんかキャラ感が違うからどうするってなった時にポエムちゃんはじゃあ槍投げで行こうみたいなことを言ったんだよね。ポエムちゃんなんかポエムちゃんはいつもこうおとなしい感じの性格だから、うん、振りとかもこうなんだろうな、うん、ちっちゃくじゃないけどこうおしとやかな感じをこうやってたんだけど、 そこのスマッシュを打つところは、うん、だけはもう槍投げの投げの選手のようにそう本気で、ね、誰よりも強く打ってくださいってなって、うん、いやキレッキレでね、やっぱさすがかっこよかったですよ。スイッチの出方がさすがやなって思いました。はい、で肌身離さず持っているものってなわけど、あ、そうね、なんかある？私ね、あの歯磨き粉を持ってるね、うん、歯磨き粉だけってこと？あ、もちろんセットセットセット。ごめん、飲むの飲むの。美味しいのかな。で、私なんか、うん、気合い入れる時とか、うんうんうん、結構なんか歯磨きをすることが多くてイベント前とか。あー、でもす、うん、分かるかも。なんかね、やっぱ、うん、やっぱお昼昼食が、うんね、を食べたりとかして、うん、なんかその後こう歯を磨いてよっしゃ行くかみたいな気持ちになったりとか、うん、あ、でも分かる分かる分かる。そうそう、うん、まああとなんかね、そういう龍角散ダイレクトとか。あ、ダイレクトってことは粉？粉。さっきも飲んでた。飲んでたよね、始まる前に。あれ美味しいんだよね。なんかあれは単純におやつ感覚でグイグイいっちゃうんだけど。ね、美味しいよね。美味しい。本当に。いや、ピーチ味とかね、美味しいよね。そう。そう。喉にも美味しい。ごめん、まさにまさに。いいよいいよ。美味しいよね、でも本当に。美味しいし、喉にもいいし、うん、一石二鳥ですよ。一石二鳥。え、なんかある？これ持ってる。絶対持ってるのは、羊毛フェルトを持ってますね。え、それはあれ、 お守り的な感じ？お守り的な感じで持ってるのもあるし、うんうんうん、こう何、中島さんの趣味って何とかなんかいろいろ聞かれた時にこれですって、うん、こうパッと見せるものが。なるほど。そう、私を表してるのは羊毛フェルトだから、うん、羊毛フェルトの化身だな。そうだからパッと。何が一番お気に入りなの、その自信さ？ね、うさぎマーメイド。うさぎマーメイド、オッケー、今度見せてね。うん。わかった。はい、はい、ではね、これからも皆さんのお便りをお待ちしております。はい、ということでここで1曲お聴きいただきましょう。バドミントンガールズで全力全身ドリーマー。
目指せ21ポイント深夜のバド猛特訓。はい、このコーナーではバドミントンに必要な様々な要素にちなんだ特訓に挑戦していきたいと思います。はい、特訓に成功すれば1ポイント獲得、うん、21ポイントに到達すればきっとご褒美があるはずです、うん、今回鍛えるのは先日柳原渡田ペアも鍛えた瞬発力です。はい、ということでそのね特訓内容はこちら、新奥へ即興セリフチャレンジ。はい、バドミントンのプレイヤーならどんな打球が来ても対応する瞬発力が大事。そこで今回はくじを引いて出たキャラのセリフを瞬時に言っていきたいと思います。なるほど、つまり〇〇な××というように2つのくじを引いてお題のキャラを決めますので、そのキャラのセリフを瞬時に言ってください。そのセリフが芯を食っていたかどうかスタッフが判定します。5つチャレンジして3つ以上正解すれば特訓成功です。はい、ということでね、まあ、前回なんかねカニャとわっちゃんがやってたけど、カニャ子はめっちゃやばかったな。なんかね、IQ の高い猫でさ、ね、にゃにゃすごい IQ 低そうな猫が、ね、偏差値2ぐらいの猫ねこれいろいろねあったけど、でもわっちゃんはすごい ね結構丸もらってて、ね、うん、スラスラとね、うんうんうん、まあ、テンポ感が大事だからね。なるほどね。ではまずカオリンからね挑戦していきましょうか。はい、それでは即興セリフチャレンジスタート。ヤンデレなキャリアウーマン。ねえ、まだ仕事してるの？さっきの女誰？よっしゃ、来た、目だね、来た、来たね。いきます、ほろ酔いの転校生。え、こんにちは、私の名前は前田香織です、よろしくね。ダメ、ダメなの？ダメなのか。お母さんっぽい獣医さん。はい、よしよし、どこが痛いでちゅか。来た、ちょっと今迷いましたね、完全に、ね、行きます、ド S のロボット、はい、ここが踏まれたいんか、ここが A のんか、はははやった毒舌な保育士さん。はい、よし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 、あんまり泣いちゃダメですよ、泣く子はただの豚でちゅよ。ありがとうございます。終了。なんと4個正解というわけで、カオリンは特訓成功でした。やったやった、さすが。何がダメなんだっけ。何がダメだ、転校生か、ホロヨの転校生。ホロヨの転校生、ホロヨの転校生難しくない？難しいね。そもそもさ、ホロヨイでさ、いきなり挨拶してくんの、法律おい、ね、お前はちょっとダメですよ。ダメですよ。はい、ということでね、次はユイポンの挑戦だよ。大丈夫かな。カニアの二の舞にならないように頑張ります。フラグが完全に立ってる気がするけど ねやばいね。じゃあ早速行ってみましょう。はい、即興セリフチャレンジスタート。腹ペコな腹筋。あ、お腹すいた。腹筋です。お腹すきました。はい、次、大人っぽいアパレル店員。あー、もういらっしゃいませ、ね、大人っぽいですよ。はい、次、うざかわいい妖精。わー、あなたのこと魔法にかけちゃうよ。かわいい、でも私よりかわいくないけどね。おー、はい、次いくよ、お嬢様な小学生。お嬢様な小学生はこの私だけですわ。そのまんま、そのまんま言ってるだけ。甘えん坊なマッチ売りの少女。マッチはいかがですか。マッチは、このマッチ買ってくれないと私悲しいです。はい、終了。いや、一気に完全にフラグだった ね。はい、ということで、ゆいぽんが芯を食っていた数はなんと1個です。お、はい、よって特訓は失敗。いやー、これさ完全に自己紹介だったよ。完全にさ、ただ自分でもわかるかもしれない、ただ読んでるだけだ、うん、いやでもこれ難しいよね。でもなんかさ、うん、いやこれ1日あればできます、うん、もらえばね、うん、いや即興だから、即興だから、そっか、誰でもできるか、1日あれば即興だからね、うん、はい、ということで今回は私が1ポイント獲得となりました、うん、よかった。
はい、そして羽根っこの皆さんからは私たちに挑戦してほしい特訓のアイディアを募集しております。以上、目指せ21ポイント深夜のバド猛特訓でした。バドミントンガールズ聖ラファエル学院放送部、怒りを打ち込め全力スマッシュ。バドミントンの魅力といえば時速350キロを超えると言われる球技最速のスマッシュ。でもプロじゃなければそんなスマッシュはなかなか打てません。そこでこのコーナーでは皆さんの怒りを私たちがパワーに変えて全力のセリフとともにスマッシュを打ち込んでいきます。はい、ということで早速いただいた怒りをご紹介していきましょう。はい、先日先輩から電話でお前の家の近くで集まって飲んでるんだけど暇かと聞かれました。ネットゲームをして忙しいですと言えず先輩たちが飲んでいるお店に途中から参加、早く帰りたくてお茶一杯だけを飲んでいましたが、そろそろ帰ろうとなった時に給料日前だしみんなでバリカンでと言われ、自分が飲んだお茶一杯の代金の3倍ぐらいを払うことになりました。先輩と別れた後怒りながら家に帰りました。ラジオネームブレキスチャンネルさんからです。ありがとうございます。これはなかなか、これはきついな。そっか、なるほどね。じゃあね、この怒りをパワーでスマッシュを打ち込んじゃってください。よし、行くよ。フレキスさん任せて、行きます。割り勘が割り勘じゃねえんだよ、割るのはアルコールだけにしとけ。マッシュ割るの、アルコールだけにしとけ。すっきりするねこれ。そうよ、こういう企画か。いやー、何ちょっと初めてですみたいな。なるほど、初ですみたいな。なるほどですよ。はい、でね、もうこれでね、怒りをしっかり発散してください。はい、でね、じゃあ次はゆいぽん。はい、ラジオネームきゅうじさんからありがとうございます。先日コンビニで昼食用にお弁当とコーヒーゼリーを購入しました。午前中の仕事を終えて袋から取り出してみるとコーヒーゼリー用のスプーンが見当たらない。それどころかお弁当用のお箸も見当たらない。どうやって食べろと言うんだ。いやー、これはもうあるあるですね。本当に許せない。わかるわかる。私もね、お茶とか買うとストローをね、なかなか入れてもらってないんだよね。じゃあこれをね、怒りをパワーに変えて。はい、それではお願いします。ゆいぽんのパワースマッシュ。お箸やスプーンがないという壁を乗り越えればまた一つ私は成長できるんだ。というわけで全部吸って食べます。吸うの？はい、それはあれだよね、社会的にちょっと見栄えがすごいことになるけど、コーヒーゼリーだからさ、食べればコーヒーになるわけですよ。そうね、そうね、そうね。じゃあ私も忘れたらそれやろう。はい、これからも私たちにスマッシュを打ち込んでほしいことがあれば、気軽にメールを送ってください。はい、なおこのコーナーはツイッターでも投稿を受け付けています。そう、ね、ちょっとした怒りを感じた時にはハッシュタグ全力スマッシュをつけてつぶやいてみてください。はい、以上、怒りを打ち込め全力スマッシュでした。放送部からのお知らせ。この時間は聖ラファエル学院放送部からのお知らせをお伝えします。いよいよあさって23日に私たちのデビューシングルスマッシュが秋葉原の虎の穴さんで先行発売です。全国発売は今月30日から同じく全国の虎の穴さんで独占販売。今まで披露した全3曲が収録されています。さらに23日の先行販売に合わせてリリースイベントも決定しました。出演は広瀬かな子役の柳原かな子さん、高城えりか役の黒木ほのかさん、成瀬るいさ役渡田美咲さん、そしてスノーシポエム役中島ゆいです。はい、そしてこちらですね、イラスト版とキャスト版の2種類のジャケットが同時発売となります。ぜひたくさんの方にお手に取っていただけると嬉しいです。はい、ねえ、これちょっとさっき私たち ねちょっと見たんだけど、イラスト版とキャスト版のそのね、ポーズが一緒になってて、パッケージがポーズが一緒なんですよ。そう、かわいい、みんなのね個性がしっかり出ててね、楽しみですね。見てるだけですごい楽しめるような感じになってると思うので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。以上、お知らせでした。
れのお時間となってしまいました。放送部では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはバドアットマークアニタマドットコム。バドのスペルは BADO です。そしてこの番組はインターネットラジオステーション音声さんのホームページでもラジオ関西の放送と同時に配信されております。また翌週の火曜日からは YouTube の DMM ゲームズ公式チャンネルにてアーカイブが配信されます、うん、聞き逃した方やもう一度聞きたい方はお好みの視聴スタイルに合わせてお楽しみください。はい、そしてさらにコミックニュータイプにてバドミントンガールズのコミカライズが連載中です。11月は毎週火曜日更新、12月からは隔週更新となりますのでぜひチェックしてみてください。バドミントンガールズに関する情報は公式サイトや公式ツイッターアットマークバドミントンガールズアンダーバーをチェックしてください。目標の2万人に向けてぜひぜひフォローをお願いします、うん、そして番組の感想などはハッシュタグバドガ放送部をつけてつぶやいてみてください。チェックするよ、そしてですねお別れ間際のこちらのコーナー、今週のファインプレー。このコーナーでは今回の収録中の言動で手応えがあったファインプレーをアピールしていきます、どちらが良かったのかツイッターのアンケート機能で投票していただき、勝った方には1ポイントが加算されます。うん、はい、よくねツイッターで見てますよ。そうよ、なんかねキムチューでねあれね、はい、ではねまずカオリンからお願いします。はい、歯磨き粉肌身離さず持っているもので聞いたら歯磨き粉だけっていうね身軽すぎるっていう、なんかセットとかじゃないの ね, ね, ねなぜ歯ブラシとって言わなかったのか。そう、歯磨き粉単体で言う人は初めてね。そうなんですよ謎すぎるね、ポケットに入れてたらちょっとびっくりする ね。はい、ということでね、うん、じゃあ続いてはゆいぽん行ってみよっか。こういうコーナーか。ちょっと自分でハードル下げたでしょ、ここえ、バレましたバレてるバレてるみんな聞いてるのに、あーそうなんです、ウェイウェイシー感を出してきたなこいつと思って、ちょっと私の悪いところですわいや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 、はい、どちらが良かったかですね公式ツイッターからぜひ投票してください、はい、勝った方のみ勝利の写真がアップされます。ねえ、ということでね、まあ、初のこの2人のペアだったけどもねえ、なんかいろいろと単語が面白かったね。羊毛フェルトとか歯磨き粉とか、そうだね、いろんな単語が出てきたね。私でも今回ユイポンについて知れたことを羊毛フェルトぐらいしかなかった気がするんだけど、すごい浅い圧が強くてさ、羊毛フェルトの本当気にしてなかったな、ちょっと気をつけますねいいと思うよ、羊毛フェルトでいこう、うん、はい、はい、ということで、そしてですね来週の放送も私たち前田中島ペアでお送りしていきます。それではこれからも共にバドを極めていきましょう、うん、お相手は名取マリア役の前田香織と砂押しポエム役の中島ゆいでした。ゲームオンバイ、前田中島ゲームセット。この番組は DMM ゲームズの提供でお送りしました。